OK です。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。今日も月に一度のコンサートを開催したいと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。まずは東京の屋根の下の東京の屋根の下に住む若い僕らは幸せ者。日比谷は恋のクロムなど何にもなくても良い。口笛吹いて行こう。希望の街、憧れの都、二人の夢の東京。声がちっちゃいのかもしれないですけど、あもう少し上げてもいいかもしれない。こっちか。次の曲自分から説明しようかな。次の曲はですね、ちょっと皆さんあんまり馴染みないかもしれないんですけども、加藤時子さんだったっけな、違ったかな。紅の豚というジブリのアニメの主題歌の曲で、時には昔の話をという曲です。わかんないか。ちょっと知らない曲かもしれないんですけど、よろしくお願いします。はい。せーの。時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、丸見えの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね、道端で眠る二
たこともあったね。どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。そうだね、一枚どこか写真をご覧よ。ここは君がね、どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、そうでは誰にも言えない。今でも同じ走り続けているよね。どこかで知らないか、ありがとうございます。ちょっと歌いたいなって思ってた曲だったので、ありがとうございます。次に、次は童謡ですね。これね、一寸法師という曲。ちょっと待って。よいしょ、できるか分かんない。はい、すいません。はい、大丈夫です。じゃあ行きましょうか。せーの。Thank you.
悲しい心、胸の痛みに誰かれて、昨日の夢と抱き捨てる。古い手紙の薄松井さんはギブアップしちゃったみたいなので、次は明治説という曲で
明治節じゃないですか。え？武士？武士だと思った。まあ、次行きましょうか。あ、そうです。入れない。どうぞ、ちょっと入れ。アジアの東、引きずるところ、肘の君の現れまして、古き雨土とぜさる霧を、おみ光にくまなく払い、教えあまねく道練習はもっとひどかったんですけど、なかなか、ね、練習ひどくて評判が低くということはないんですけど、あ、次の曲またあれか、はい、次の曲は、茅野木山のという北原白秋さんが作詞した曲、山田耕作さんの作曲、ちょっとあんまりそれ以上説明ないんですけれどもよろしくお願いします。
とっても歌いにくい難しい曲です。難しかったです。緊張でした。もうすごい緊張感とともに歌ってたんですけど、伝わりましたかね。すごい緊張してるなってのは伝わりましたかね。お、もう半ですね。じゃあ次の曲は、前々からずっとやりたかったんですけど、テネシーワルツという曲をちょっと英語で、松井さん、いけますかね。抜けなさそう、厳しいか。じゃあ私一人で2番までいきますか。せーの、どこだ、どっか、テネシーワルツ、テネシーワルツ、どこだ、あ、そうか、はい、わかりました。せーの、With my darling to the Tennessee world, with my old friend I happen to see. Introduce her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night on the Tennessee road. Now I know just how much I love. It's my lost, my little darling. The night they were playing the beautiful Tennessee road.すいません、ちょっとね、時間もあれなので。あと、あれか。皆さん、あと2曲。我慢して聞いてください。手拍子をね。次の曲はね、多分皆さん一緒に歌ってもらえると信じてるので、この曲はね、同じです。はい、高原列車は行く、こちらを演奏したいと思います。せーの、
やりましょうか。せっかくなので今終わってもいい感じだったんですけど。せっかくなので、おっしゃってる、はい、上を向いて歩こう、こちらで終わりにしたい。ファンに向けてお願いします。総裁の代表